さて今は泊まるシェラトングランドホテルから出て、川端さんの隣にある、ハイアットリージェンシーっていうホテルに向かってます。っていうのもそっちに行かないとメディアパスがもらえないので、そっちの方でメディアパス受付してみたいですね。あそこです、目的地は、はい、ハイアットリージェンシーです。天気が良くて本当に良かったですね。寒すぎて、これで吹雪したら多分外歩くの無理でした。そんなに寒さ感じなかったけど、日が陰ってきたからかな、ホテルチェックインするまで日が出てたんで、今ちょっと手が冷たいかも。携帯しまいたい。こっちが今泊まってた、なんだっけ、グランドホテルの方です。手ぶれ補正のやつ持ってこなきゃダメですね。GoPro とか、これ動画見たら多分酔うんで、画面は見ない方がいいかもしれないですね。これは極力揺れないように歩いてますけど、さてここがハイアットリージェンシー東京です。到着したので一旦切ります。